ムレリーポッドキャストの時間です。始まりました。ネルソン、こんばんは <laughs> こんはこにちはですかね。<laughs> こんにちはですね、はい、日本人っぽく始めてみました。<laughs> ということで、今日は、えー、火曜日ということで、<laughs> はい、ニュースなチューズデーということで、ニュースなチューズデーですね。はい。今日はちょっとね、僕がいい、うん、ちょっとす素敵なニュースというかなるほどというニュースを持ってきたので、<laughs> いいね、いいね。あのーまあ、ニュースピックスっていうね、あのニュースサイトがあるんですけど、うん、そこで見つけた、まあ、記事をもとに。 ちょっと色々見つけけたんですけども今コロナの問題でねいろいろマスクが不足してるとかあの防護服が足りてないとか医療関係でもちょっと足りてないですとかそういう問題が結構多いんですよ。うん、でねあのそんな中でこの花澤吉香さんっていう日本の方で海外に住んでらっしゃる方なんですけどうん、うん、アメリカに住んでらっしゃってて、うん、VPL って多分ファッションブランドを 作られてるもう向こうで大活躍されていい50いってないぐらいの40代後半ぐらいの方なんですけどうん、うん、その方がですねあのファッション業界なんんかかでできねええっていいうことを考えたらしいんですよで確かにこの状況ってさファッションって一番今必要とされてないっちゃされてないじゃないマスクしてる状態だしなんかそんなに大っぴらにこう外に何か出かけるってうん、うん、会社には行くかもしんないけど。 食事に行くわけでもないし、デートに行くわけでもないし。そうだ、ね、だそうなってくると、服買ってる場合じゃなくで、ね、みたいな、貯金しとこうぜみたいな。<laughs> そうなっちゃうよね、なんか優先順位として服がすごくね、<う>低くなっちゃうよね。うん、これは、だから、前から審査の時もそうだったし、なんかその、うん、自然災害に対して。ファッションは何もできないと。されてたから。ちょっとこの花咲きっかさんって方が、何かできないかっていうことで始めたのが。あのね、防護服とかマスクを自分で作ろうっていう。 うん、話なんで,すよでまあこの人がもともとやってる NPO 団体がファッションガールズ・フォー・ヒューマニティっていう慈善団体みたいのがあるんですけどそこを通じてあのまあ防護服とかマスクとかいろんなあの洋服必要なあの、えー、コロナに必要なそういった服をこの裁縫の型をねあのダウンロードできるようにしてしかもタダで。で そういった素材とかもあのまあ、必要なものがあればそれこで手に入ってなおかつえっ、ー、と自分で作ることができるで YouTube にそのリンクが貼ってあってそこに作り方も全部本人があの誰かがやってるところじゃなくて自分自身でやった方が多分説得力があるということで自分でそれを作って。 なんかそういう動画を上げてたりとかしててあじゃあ無料でそれを配布して,してるってことね配信かあとのダウンロードとかそういう無料の映像もそう全部そうだからそこに行くと何が作れるかっていうとフェイスマスクでしょ、まはいはい、普通のマスク、えー、防護服あ本当にいにいろいろあるで下に金額が書いてあるんだけど全部0円になってて、うん、ドルかドルで表記されてるけどなんかねあ こんな関わり方があるんだと思って。と<ー>、やっぱりまあ、昨日とかも話してたけど、自分で何か作るとかそういうことだよね。<ー>足りないものがあったら作るっていうことだよね。うん、でも、それがなんかファッションのなんだろう、ね。未来っていうかさ。なんか、うん、やっぱり本当にファッション業界ね。なんか必要性がやっぱりこの世の中だったらあんまりないし、うん、やっぱり結局みんなパーカーだけでいいしみたいな。うんはい あの本当ファッションっていうのがもんとなん社会的地位とかさ、うん、やっぱりそれぐらいを示すような本当に何だろうね、うん、ラグジュリーのようなものだったけど、はいはい、でもやっぱり最近はもうサステイナビリティね、うん、あの継続性とかそういう、はい、あのちゃんとエコ、ねうん、グリーンエネルギーを使ってちゃんと地球に優しいような作り方結構 HM とか ZARA とかそういうファストファッションにやっぱり、うん、もうここ5年ぐらいすごい取り入れてんだよね。うん、俺もこの間のアディダ のなんかあの,なんあのちょっと商品名を忘れたんだけど、うん、あのもうスニーカーでもう、うん、完璧にリサイクルできるスニーカーなんだよねでそのリサ,<う>リサイクルしてそのさいそこからまたその同じスニーカーを作るみたいなそれをもうやっぱりいきなりできないから段階段ん,ん段階踏んでどんどんそれがつまり100 1 0 0一つの靴が捨てられたら、うんうん、その100%のまあ素材すべて使って。 新しく同じ靴が作れるるようにななみたいなだからそういうい、ね、あのサステナビリティをみんなやっぱりすごいあの大手企業とかそういうファッション業界みんな目,を、うん、目がいってるから多分それが同じような傾向でさえばこういうボーボー、ね、服とか、うん、なんかあのやっぱり人にとってただそのファッションっていうステータスとか見せ方だけじゃなくて、うん、何かもっと大きなあの意味のある活動にもつながるような。うんうんうん そうだ、ね、から、そういう、そういうのが多分、なんか、これからの価値観というか、その整合するブランドに、<う>になると思うんだよね。うん、まあ、あ、まあ、ね、こういうことやったら、多分信頼もされるじゃない、ファッションのものとしてもね、うん、きっとね。で、あと、やっぱ、みんな、今さ、家にいてさ。ないから、作ってるじゃん、料理とか、俺の周りとか、結構 <laughs> おお、お、おじ、お、おっさんの友達とかも。家で、キッシュ作ってたりとか、<laughs> なんか、その、キッシュ作ってるな、この人はと思って。い,いや、俺、思ったっこの間、ちょ。っ チチョコチップクッキー作ったよ焼いたらも,うべ <laughs> もうマジで女子かよと思うぐらいネルソンのパンとか作ってるじゃん普通に、うん、作ってるもんなんかね<う>あのや,やっぱり、ね、家にいるとさ、まあうん、仕事もやっぱみんな少なくなってるしテレワークするとさ移動する時間もなくなる分、うん、なんか日もあるし日なんかあの着替えなくていいっていうなんか理由があるからみんな料理するよねかか結構みんな今クリエイティブティーみたいなのにこう。 目覚めてる感じがちょっと、まあ、必要なもうしょうがなくっていうところもあるかもしれないけどなんか自分でやんなきゃっていうことになった時に今なんかそれに飢えてるような気がするよねみんなねちょっとね。だからこういう、まあ、今だからその想像力は逆にもういろいろみんなやっと育てるようになったっていうか再発見できてそれがなんか想像力が今回のその福を。 やっぱりそういうい新しい使い方とかっていうにもつながるし、はい、人の人生を、まあ、命を救うっていうか、はい、あれだよねその想像力がなんか命を救うみたいな感じだよねそうでだからみんなも、ね、なんか想像してすだ今まで受け取ることの方が多かったじゃんきっと。うん、学生の時も多分こういうふうにしなさいとかなんか,、うん、なんか学校に行かなきゃいけないとかこうしなきゃいけないっていうので多分言ってたものが自分が欲しいから作ろうとか。 自分が何かしたいからやるとかっていう発想に、うんまあ、それが必要とされていくような気はするからなんかみんなの中のクリエイティビティとかものを作るということが、うん、自分たちをこう変えてったり救ってったりするんじゃねえかっていう気はしますよね。そうううだだよねだからこういう多分非常事態だからさみんなが結局 あのね、やっぱり価値観何だったんだろうなっていうあの今までの人生とか頼ってばっかりでさ<う>やっぱりそれもあ男としてだめ男で言う人間としてだめだなっていうか、うん、だからもう料理をし始めて結局,結局楽しいしあ自分が作った料理一番おいしいじゃんみたいな本当は味がまずいんだけどでもなんかおいしいおいしく感じるっていう。 なんかそういうのが発見するとこういうタイミングだからこういう非常時代だからそうだけどあれだよねあのブラック・プレーグっていうのはねあでも,ペストかなもともと,もとあの日本語だとペストだと思うんだけどあのその後に何が来たかというとルネサンスルネサンス時代そうだから何ルネサンスって何があったかというとアート文学とか,かね科学とか。 そういうい哲学とかさも,うものすごく人間がやっぱりあのいやまあ言い方あれだけど大勢の人とか死んで犠牲になって、うん、私たち何のために生きてたんだろうなっていうなんいろいろ考え直さないといけないみたいな、うんうん、でそれがやっぱり結局音楽、アートね哲学とかフィロソフィーで生まれ変わるだから、うん、それが俺は待ってると思うんだよね。コロナ かだから俺今哲学の本読んでんだなって思ったもん今確かに確かにルネサンスのと,とこをそう見てたりとかして再生って言葉は確かにそうだなと日本語にすると再生って意味らしいんだけど、うん、でもまあそうだよね今やっぱこういう時に人間自身で考えろよっていう時だよねだから人間ができることは想像することなんだよね想像して何もないこと 何もない状態で何かを作るこれがないんだけどどうやって作ればいいんだっていうのは、うん、本当すっげだよねだからこのタイミングで多分みんながそれをなんか、ね、再確認してさ、ね、動き出せばめちゃくちゃゃゃくいいいいいい話だな、うんね、いいじゃん <laughs> いいね確かにそれはリルネサンスで、ね、再生が待ってるっていうねだから今みんなその準備をして。 やっていいいこう話ねちょっとマジでみんななんか作ろうぜ作りたいもの探そうぜまあポッドキャストから始まってもいいしねどうだったでもいいし何でもか発信してさ結局誰かのきっかけになるかもしれないしいいね宗とありがとういい話だです じゃあ明日,、ね、ちょっと明日はまた、はい、まあ今日もときめいたけどね明日もと,うん、うん、ときめこうときめきを、ね、ポジティブにみんなを変えていきますのでよろしくお願いします。すよろしくお願いします、ね。さあえ皆さんまた明日お会いしましょうはいバイ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 